はいそれでは2019年のですね解答かえ解答速報会ですね始めます、えー、担当しますのはレックの講師の水野と申しますどうぞよろしくお願いします,しますであとですねもう一人講師ですね友次講師ですねはいあよろしくお願いしますでまずですね、えー、なかなか結構な問題でしたねで予想はされてましたけどねやっぱりね難しかったですであの結構最初のうちあれ こ今年なんかそんな難しくないぞって思いきやねあの中身見るとね精査するとね難しいんですよ。うん、でおそらくまあ昨年よりは点数は下がると思います。 あのよっぽど受験生が突然変異でレベルアップしすぎてなんてことがない限り間違いなく下がるんですよ。で、下がるんですけど、まあ、どれぐらい下がるかというのをご協力いただくために、マークシードですねあの、ぜひよろしくお願いします。あの、そういう皆さんの一人一人のご協力があの、点数のね、精査、あ精度が上がってきますので、ね、ぜひよろしくお願いします。で、あの、まずやっぱり権利関係ですけど、まあ、権利は毎年難しいんですよ。でもそれでもやっぱり難問と、そうですね、取りやすいのと難問とちょっと差が激しかったですね。 だとで、業法は個数が増えました。あの個数はあの3個から6個になったんですよ。それだけでもやっぱりね、マイナス1点ぐらいにはね、合格ラインは下がるはずなんですよ。あの個数が多くなるだけで。まあ、当たり前ですけどね。だって、法令上の制限、昨年は法令上の制限ってね、あのなんか取りやすいな、そんなに難問なかったなんなんですけど、今年ねあね、税金もなかなか出してね、あとはあと法令上の制限でも建築基準法とか、なんだこれはっていうようなね、うん、のが出てたりしたんですよね。だからね、難問がすごく散りばめてて、うわうわっていうようなね、ただ、 ね、やっぱり取れるところ、ね、ちゃんと探せる方は、まあ、もちろんね、当たり前ですけど、合格ラインにはいってるはずなんだね、まあ、そこらへんをね、まあ今日はあのー、本当はもうね、早く答え言えですよね、もうとっとと言って、合格ライン、そう予想して、もうわれはですよね、早く飲みたいのはわかるんだけど、レあの,レクあの回答速報会でね、50人ぐらいね、本部でやってるんですよで、裏取るのが時間かかるんですよ、うん、だからちゃんとね、あの後で訂正なんてないようにね、確実な答えをやるてす,すみませんけどね、ちょっとなの、ゆっくりね、解説でも聞きながらね、あの 聞きたくないと思いますけど、でも聞きながらね。あのまあ、今日の反省をしていきたいと思うということです。じゃ、友君から感想。どうも皆さんお疲れ様でした。 いや本当にあの先ほどもえっと水野講師の方もえおっしゃってましたけれどもあの本当に取りやすい問題と取りにくい問題の差は結構激しかったというふうに思いますで取りにくい問題が本当にあのえ人のメンタルを揺さぶってくるような,なんかもう知りませんこれはみたいなものがまあ結構多くてですねまあ結構それで大変だったんじゃないかなというふうに思いますえですのでんまあねあのその中でどれだけ本当に取れる問題を を取っているのかっていうところが、まあ、勝負の分かれ目だったんじゃないかなというふうに思いいますはいえー、私からはまあそんな感じですね。はい はいそれではですね、えー、今日のですね皆様がやってきていただきました問題冊子で開きながらですね、えー、確認してまいりましょうで答えがですねそうですね今10個ちょっとで、ね、A、えー、は出てるんでね、えー、それを1個1個見ながらやっていきたいと思いますのでまずは開いてください民法からやってまいりますそれではいきますねであの A が所有している土地 B に売りましたっていうパターンで誤ってるのはどれかでまずこれ、えー、一番の足見ますとね この土地何らの権限なく不法占有している C というのがいるんですが、ね、勝手に使ってる人がいいんですねで今回 B という人が勝手てんですが投機、えー、んかし,しなきゃいけないのか明け渡し請求するには投機しなきゃいけないかと要は売って皆さんが買って買ってまだ投機してない変なやつがいるそいつを出ていけっていうには投機がいるかどうかって言うんですどうですか不法占有しているなんていう人に対して投機っていりますかね 不法占有してる人がですよ。えー、あの出てってくださいっ言ったら、じゃ登記見せろとか言ったら、なめてですね、ですね。な俺なんかなんかちょっと罰っぽくないですか。でもまだ油断はいけませんよ。えー、そこで罰って、ちょっと油断はいけませんよ。いや、多分罰っぽいですよね。でも、ちょっと待ってると、二番。B. が所有権いってる時を備えていない場合に、えー。A. から借りてる人がいて。建物を持ってる。ということは、買った人は。地代くれって言えますよね。 出てていいいいけとはいけとなっ言ますよねただ「地代くれっ、ね」くれって言えるんだけど投機がないとちょっと地代くれとは言えなそうですよねあれじゃできないってこれなんか消えたことねえかな過去問でみたいな問題ですよねこれちょっとも丸っぽいですよねあ,じゃあ3番見るとあの E に売却したんですって投機備,備えてないままそしたら E は所有権投機なくして A に対して主張できるかと売り主に投機くれって言いますよねでその売り買った人は売り主の売り主に対しても投機くれって言ったんじゃないですかこれ点々売買ってやつですね あれこつながってるぞ二重譲との関係とかじゃないぞ売り主の売り主とかだから登記ってあれなくてもいけんじゃないかなあですね、うん、4番見ましょうか B が所有権行って時を備えた後にあ時効が完成した F で5とかなってるとね登記で決めるってちょっとね気をつけなきゃいけないですよそういうやり方だとね間違えるんですけどこれって登記備えた後に時効取得完成したってことはこれ完成した時に所有者はもうこの B の人のじゃないですかね。 とということは事項完成時点の所有者には登記なくても登記くれって言えるって話ありましたね。お、ということはできるで丸っぽいですね正解は1番です。1番の正解1番でございます。 たたったらもっっとやうねあのかえってねネットでも見れるじゃないですか、うん、だからもうこんなとこ来ないでネットでも見てる方が多いんでね、うん、もう会ってたら「やあ」みたいなね間違ってるとなんかちょっと「やって言わないとなんかあの人あの外してるなって思われちゃうとあれですけどね、うん、そういう感じでね楽しんでてくださいね楽しくないと思いますけど次問いの2番いきますね今回 A が B に土地を売ったんですで B が陶器を備えた誤ってる間どれかです遮きます A と B が売買契約を詐欺で取り消した騙されたんですね取り消したんですねあと回買い受けて投機を備えたあ取り消したんだけど返してもらう前に売られちゃったんですねということはあれ取り消し後の第三者あれこれって騙された人と全員の人の戦いじゃなくてなんか投機で決める話なんじゃないですかあそうすると今回は対抗問題となり A はいわゆる配信的役者でない配信的役者ってすごい割りですよね 悪いいははしししてててももねねそんんんななな保護しませんもん、ね、じゃない限りなくして請求できないそうだで勝ち負け決めるからこれはちょっと丸っぽいですね、うん、でも謝ってるものだからじゃあ2番も見ていきましょうね A と B の売買の詐欺の理由に取り消す前にあ今回は前ですね悪意の C が買って当期を備えてた A は C に対して返還請求できるこれはどうですかね第三者っていうのが詐欺って分かってて買ったらしいんですよ。 これってどうですか返してくれと言えるかとつったら騙された人とどうですかねこれ悪意の人どっち保護するっていう話になりますもんね。ということで悪意の C が買い受けて陶器備えていた A は C にできる陶器備えてるとかっていうそういう問題じゃなかったですよねこれ。 盗期じゃないですよね。うん、あの騙された人か悪意の人が勝つかっていう話ですもんね。知ってた人にはなんか返してくれるって言えそうじゃないですか。できそうですね。丸っぽいですね。3番はい、要素の錯誤がある。はい、A に重大な過失がない。要素の錯誤って無効しよできる状態ですよね。えー、じゃあ重過失があったらいい加減にしろですけど、重過失がなかったら無効だ。で無効なものは誰に対しても無効。じゃあ C という人に請求できる。 無効なものって基本誰に対しても無効ですもんねだったら請求できそうですねじゃあ4番目は要素の錯誤が場合重大な過失があった無効証できるんでしたっけいい加減にしろよっておちしただと無効証はできないはず4番が正解パ1番は1はい2番は4が正解でございます でまあ、今の問題とかは多分ねあこれなんかずい、えー、んか手応えがねえ問題だなと、えー、民法難しいと思ったらなんかちょっとできてそれほどじゃないぞってちょっとだんだん難しくなってくる感じなんですよ。はいじゃあ3番目ただこれはまだ貸し担保責任っていうね、うん、やはりね、うん、業法にも絡んでくるとこだからやっといたかい民法の中でもやっといたかい部類なんですけどねはいじゃあ3番いきますね。事業者でではないが所有し、はい、普通のの一般の人ですね、B はい、引き渡しから3ヶ月に借り貸し担保責任を負う特約をつけたがこれ別に民法契約自由なんで OK ですよ。うん、売り主が業者で買い主が素人だと3ヶ月短すぎとかってありますけどねこれ今民法やってるんでね売り主は普通の人なんでねそれはそれでいいんですよじゃあ特約をつけたところが本文ちゃんと見ないとまずいですよこれ A はそのことを知っていた知ってたんですって結果があるって知ってたんです。 それを告げないで、貸し担保責任なんか随分特約短くしたみたいですよね。ちょっとずるい感じですよね。あ、これずるいな、これな。ですね。じゃあいきます。正しいものは。B が貸し担保の貸しの存在を引き渡しから1年経過した後に知ったとしても、貸しの存在を知った時から1年以内であれば、はい、B は A に対して貸し担保責任を追求できる。なんか言わないとなんかそういうふうに民法通りになっちゃって、これ特約とかはダメよみたいな話の流れありましたよね。ちょっとこれ丸っぽいですよね。 まだ油断はし2番いきますよ目的達成できるか否かにかかわらずええ血管って目的達成できるか否かにかかわらず解除できるって言い切っていいんですかこれ解除って解除って買ったらシロアリがいたとか血管があってもう危なくて住めないよというこれものすごくハードル高かったですよね。 いや解除はこれ目的達成できるか否かにかかわらずっていやこれはおかしいんじゃないのかなですね3番、はい、B は可視理由に A に対して損害賠償できるのは、はい、損害賠償は基本的にできますねでも今回解除ができない場合に限られると、うん、解除ができないから損害賠償でやるって言うんですかいや解除しても損害賠償できますよね、うん、損害賠償はできますよねいやできない場合に限りっておかしいですよねいや損害賠償は損害賠償でできるでしょう おじゃ損害賠償こんなのあったっけないんじゃないかなですね。で4番、まあ、やっぱここら辺ですかね宅建業者 C が媒介媒介って仲介ですよねじゃこの仲介してた場合に B は C に対して貸し担保責任を追求できる貸し担保責任って売り主の担保責任です売り主の担保責任ですこれ C が媒介って仲介です仲介は売り主じゃないです売り主じゃないから売り主じゃない人に対して貸し担保責任追求できるはやっぱり罰です。 だから仲介に対してね不法行為とか、ね、債務不履行とかねそういったなんだよ欠陥商品売りつけやがってよっていうそういう責任追及の仕方できるんですよ可能性はあるんですよただ売り主じゃないんだから売り主の担保責任は仲介には無理でしょうねこれなんとなくハートでやってると4番あたりいきそうですよね仲介にも言えそうだと、うん、あの不法行為とか債務不履行とかで言える可能性はあるけど売り主に対する貸し担保責任は仲介にはできるば×ということで一番が正解ですはい 問いの三は一。一四一というところでございますね。で問いの四。まあ見ての通りちょっと難しかったですよね。えー、まだ回答出し手間取ってるみたいです。奴らも。えー、ということで今頑張って判例だなんだってね。あの実際答えはね。あの出るんですよ。 あの頭の中に入ってる人で、えー、これだってねだけど裏を取らなきゃいけないっていうそれが面倒くさいんですよ条文とか有名な話で立って出ればもうすぐなんですけどねこれがなかなかないんですよ、うん、だからね時間かかっちゃってすみませんねということで4番はまだ言えないんです私の答え言って間違えてると恥ずかしいじゃないですか私も、えー、だから私の答えじゃ言っちゃいけないルールになってるんでね言えないんですだからすみませんけど5に行きますはい5番。 えー、今回判例文の問題ですね誤ってるものはどれかなんですがまず判例文の問題って判例文読むのもいいんですけど知識で解くっていうね、えー、そういうやり方もあるんですよねであの知識で解いて、うん、ダメだったら本文読むっていうね、うん、やり方なんですよね、えー、じゃあそうするとねこれまずあの一、ー、番目って「本人無権代理行為追認拒絶した、えー、無権代理人がやったことも絶対ダメ!」って言ったんですね。したらはいその後は本人であっても追認して有効な行為とはできない。でこれ 嫌だってったんですよ。でもやっぱり後から、やっぱいいやって、こういうの民法よくないですよね。そう、民法って言ったことを守らなきゃいけないんですよ。言ったことを守るっていう大原則なんですよ。言ったことを守るっていう大原則あったら、これ判例文読まなくても、できない人と丸じゃねえかと。うん、あの判例文の問題って、もちろん判例文読んで、同じのをね、探す、違うのを探すっていうやり方も、それはいいんですけどね。まずはね、知識で考えるっていうのは大事なんですよ。そしたら、これは丸じゃないのと。で、丸だろうって言ったものは、条文化判例に絶対あるんだね。 宅検試験は学説は出ないんでねもう丸だろうと思ったらそれは丸でもうバツには絶対ならないんですよじゃあこれは丸だろうなで2番目なんですけど本人が追認拒絶したはい、本人が相続した場合と拒絶する前に本人相続した場合で法律効果は同じあるなんだこれとえ法律効果は同じとなんだこれとうん、でもなんか無限代理人が生き残ったら拒絶できないだったなと うん、あれということはもしかして変わるかもしれないぞえちょっとでも不安だからやっぱりこんな過去問にそのまま同じの出てないからちょっとはてなぐらいにやっぱり打って流すのがやっぱいいんじゃないですかであとついには遡ってその効力を生じるただし第三者の権利害することができない遡るって聞いたことあるなとでも第三者の権利が害することがどうなっていうとちょっとなんか聞いたことないですよね いやこれもなんか害することはできないとか言ってるからちょっとわかんねえなと知らないのが遡るって聞いたことあるけどちょっとわかんねえからはてなうっといた方がいいんじゃないですかで4番目、はい、本人が無権代理人を相続した本人が、はい、相続により当然に有効とはならない生き残ったのが本人だとこれ拒絶できるっていう知識ありましたねであの民法でもねやっぱり代理のところはねちゃんとやってる方多いです。 うん、そうするとこのトロン点ってあ生き残ったの本人だったら拒絶にできるか言うことはならないこれは丸だろうなって、ね、知識でいけるかとうんですよで知識で丸っていけたら絶対判例文出てても、ね、丸なもんはなんですよじゃこれは、ね、やっぱり、ね、罰にはなりそうもないんですよほんであとね本文見ると今回ね本文読んでもあのポイントとなるのが「けだし」って言葉ですよね日本語が多いと「けだし」って何だと「けだし」って何だよとそうなんですよこうね指示語って結構大事ですよね そそれが反転するのかそのかままいくのかもう「けだし」とか言って「おなんだけだし」と。で,でちなみに「けだし」って「確かに」とかね「ま、え、さ、ー、しく」とかね、うん、なんかその流す感じのいこ文字なんですけどねあの過去問には出たことあるんですよこの「けだし」って言葉。でもそんな「けだし」なんて言う言葉は何でやるなんて覚えませんもんね。<laughs> ほんと、ね、なんかわかんないですよでもわかんないんですけどどうやら拒絶した場合には有効になるものではないってけだしの前に書いたんじゃないですか。ちゅうことはどうですか2番は知識でやったら あれ本人に相続した場合拒絶する前にえじゃあ無権代理には拒絶できないでも今回は有効になるのではない結論違いませんか有効無効とあこれは2番だ問いのも2番です。問いの 今度はね、さっさと行って帰りたいんですよ、私もあ。もう疲れて、今日も夜ね、ちょっとやんなきゃいけないことがでね、回答総合会裏というのをね、うんで、やんなきゃいけないから、早く帰って、飯でも食ってゆっくりしたいんですけどね、うん、頑張んなきゃいけないんですみませんけど、皆さんもちょっとお疲れいください。ということで、はい、2番終わりまして、今度ですね、ずいぶん飛びますよ、問いの11まで。はい、問いの11でございます。釈迦釈迦法、で、みん 一方権利関係のところの問題で賃貸借借借化法はそうですねあのやっぱりやりやすいというかね費用対効果いいとこなんですよでここの問題もちゃんと知識が入っていればそれほどじゃないけどちょっとごちゃごちゃしますよね除言生このタイプ苦手なんですよあのコート治つき50年ケース115年がケース2とこれやっぱりねあの頭の中でやるとごちゃごちゃになるから1が50年2が15年っていうのを、ね、おメモかなんかしてで当てはめた方が多分楽なんですよね でそうしますと、ね、まず1番のところで賃貸借契約建物所有を目的ではない資材置き場資材置き場っていうとね借車買おうじゃなくて民法使うんですよ、ね。で民法使うとケース1は期間の定めのないってあれ50年ってなったらなんか民法最長今20年なんですよねまさかこれ今年助かなんですよ来年50年買わないねうんなんか意地悪いですよねうんでもなんか上限あったなとあれこれなんか期間の定め職って20年なんじゃないので2番は15年となる。 うんまあ今回15年、うん、それはそれで資材置き場だったら15年はいいんじゃないですか契約中でねということであれ15年となる前半が罰だからやっぱり一番はちょっと罰かな2番建物所有目的ですはいケース1は30年建物所有目的ですよこれ公正証書契約しないとケース1は30年となるいや30年って建物目的で50年って決めたら長きゃ長きゃ長いこと借り所なんですよ。 だから別に短くなる必要なさそうですね。であと15年短すぎですよね。あれこれあの建物所有目的で土地貸す借地権っです。最低30年ですもんね。いやこれ15年、まあ、どっちでもいいですけどどっちかで罰できて罰が欲しいですね。で3番目見ると、はい、居住のように供する建物目的居住用です、はい、契約の更新がないことを書面でされれば有効であるがでこれ書面でいいのと、うん、事業用定期借地権考えちゃうとね公正証知じゃないですか。 ところがこれね居住用じゃないですかでケース1は50年じゃないですか長期の定着借点長期の定着ってありますね50年貸したるその代わりもう更地ちして戻せよというあ聞いたことあるとそうですね長期の定着者点がありますねこれ長期の定着書面でやれば OK ですねうんじゃあなんか前半良さそうですねじゃあ後半更新がないことを書面で定めても無効となり期間は30年となるいやこれやっぱ30年そうですね最低30年ですもんね うん、それはやっぱり3番は両方とも良さそうな感じですね、うん、じゃあ4番目いきますねはい工場のように供する目的公正証書で定めた時限り有効まあ限りというのがちょっと怪しいけど後半でいきましょうよえ公、ー、正証書で定めても無効であるいやこれあの工場とかだと事業用定期借金というやり方なんでね事業用工場も事業ですからねだったら15年って公正証書でやれば無効ではないなと。 事業用定期借金でやっぱ4番×ということで3正解です問いの11は3はい141で問いの5が2番はい問いの11が3番という状態ですはいではその次ですね今度ですね、えー、問いの15に飛びます はい、法令上の制限で法令上の制限の出だしはね都市計画法って開発行為ともう一個の問題ってなんか嫌だなーっていうのが多い中、うん、意外と多分ねなんかとっつきやすいのが出てるんですよ、うん、じゃあいきますねまずは高度地区っていうのが出ましたが、はい、高度地区ときたら高さ、えー、高度利用地区って言ったら溶石検兵っていうねまあそんな流れがありますね試験ではねじゃあ今回は高さってあるから、うん、多分丸でしょうね多分ね高度地区なんでねじゃあ次特定外区って言うとね特定外区って高層ビル街なんですよね 位置ね、で高層ビル街もここら辺ですね、えー、東京ねで今ちょっと収録でやってるからいろんなところに配信してるんですよね。うね、ん、だけど高層ビル街って言ったらこの特定外区これまあ壁面の位置とかいうあたりがやっぱりキーワードとしては大事ですね、うんまあ、これは高さとか壁面の位置って言ったら特定外区まあ罰にはできないでしょうね、うん、もう一言一句ね丸なんて無理ですからこれは。 うん、そしたらキーワードで見たら「丸、まあ、かな」ですよねあと3番「準住居地域」はい、久しぶりですねこれ準住居地域出るなんて道路の沿道とか、ね、そこら辺で道路の沿道住居そうですね幹線道路のちょっと分け合ったようなとこなんですよね道路の沿道ったら「丸かな」というこれもい大体テキストに載ってるあのキーワードであれですねうんじゃあ4番は「特別用途地区は用途地域が定められていないいないいないいや用途地域内のみだ罰4番 4番がバツですはい問いの154番ですでは次問いの16に参りますえいっ 都市計画法のもう一問はまあ、定番の開発行為の問題です。開発行為の問題は何とか取りたいですね。では参りますね。まずは今回1番は準都市計画区域出ました。はい、準都市計画区域で店舗です。4000の区画ケースの変更を行う。建物を建てるための造成工事はい。じゃあ4000だったら準都市だとうん。133、000とかいうのがありましたよね？ あ,あ4,000だったらなんかいりそうですよねい、うん、りそうですよねだからちょっと待ってくださいよユニーも言わしてくださいよ、うん、だから1番はまた丸かなにしときますえー、もう丸だって自信持ってても丸かなにしときます、えー、丸かなですじゃあ2番は市街化区域ですあ市街化区域ってうとねもうガンガンもう建物建てとかなんですよねこれ農業営むものの居住のよって農業施設なんですよねで農林漁業建築物はいらないっていう流れなんですけど市街化区域だけは話別でしたね そうです市街化区域を発展させたいところじゃんじゃんバリバリ建物を建てたいところ1500かでかいなうん、じゃあ許可いりそうですねあ、これは許可いるぞ農業施設でも市街化区域だと許可いるぞはい、3番市街化調整ですはい、これ市街化調整ってちっぽけなどどんなちっぽけでもだいたいなんか許可いるような流れのところですよねところがなんですよ野球場で8000って言ったらもう開発行為じゃないんですよそもそも ああだから調整区域8,000円って結構でかいじゃんいりそうってなってもそもそも開発行為じゃないんですよねじゃあこれ開発行為に当たらなかったら許可を受けなきゃいけないはやっぱり罰でしょうね、えー、だって開発行為じゃないから、はい、あと4番目、はい、病院で病院とかで公益上必要とかっていうふうにしちゃいかんですよね病院とか社会福祉施設って昔はあのー、公益的なもんだったんですけどねもう今違いますからもう今は公益的なものって図書館とかね公民館とかちゃんと覚えてなきゃいけないんですよね うん、そしたら病院は入ってないということは、うん、調整区域で線って十分大きいっすよねどんなちっぽけなもんでも基本いりますからねじゃあ許可を受けなくてもよいはおかしいはず4番バスということで問いの16は正解は1番はい今1番12番が43番が15番が2。 問いの11が3、問いの15が4、問いの16が1という状況でございます。はい、続きまして、えー、今度、問いの21ですね。はい、では21見てまいります。農地法 絶対取らなきゃいけないと言われる農地法ですね。じゃあまずは工作目的で原野、うん、原野って言ったら農地じゃないんですよ。えー、原野って言ったらもう野生の馬が走ってるようなそんなイメージですよ。じゃあそれ原野をですよ。なんと農地に転用するんです。許可は不要であるってです。あの農地法って趣旨は何ですか。そう農地守るためですよね。じゃあ農地守るためなんですよ。これ原野を農地にするんですよ。だから農地法的にはありがたい行為じゃないですか。じゃあありがたい行為だったら許可とかっていらなそうじゃないですか。 うん、でもこれちょっと一番丸にしちゃってもうすぐ終わっちゃって気延ばすのが私の仕事だからちょっとまだ丸にしないでもらえますえー、多分丸だと思うんですけども,もうちょっと待ってください、うん、多分一番丸じゃあのですじゃあ2番ははい定等権定等権設定って担保に入れても定等権どうですこれ使い方変わんないですよね使う人も変わりませんよねそ定等権ってもういらないキーワードじゃないですか。 うん、定等権実行とかで競馬になったら許可がいるけど定等権設定じゃったら許可が必要はやっぱ罰でしょうねはいじゃあ3番目市街区域内ですはい農地転用する転用する駐車場駐車場だって市街区域内にはありがたいですよあの農地潰れる方がありがたいんだからだったらこれは許可じゃなくてなんか農業委員会のおじさんに届け出ればいいって話ありませんでした うん、市街化区域だから農地潰れるのはウェルカムなんですよねそ、うん、したら許可とかじゃないよこれというところでしょうあと4番はい何年か前の過去問まんまですけどね砂利採取なんて知らない知らないけど一時的に農地を貸し付けるどうです砂利ですよ食い物じゃないですよそれを人に貸すんですよ使う人があるんですよじゃあ五条許可とかっているんじゃないですかこれ一時的でやっても農地潰すからには許可がいるっていう流れは大丈夫ですねうんまあこれ過去普通にやってれば1番が正解はい正解1 ロインの21は1番ただね過去問であのこれ後転用するときに後にするときに許可をらないってだいぶ久しぶりです、うん、かなり前だと思います だからね最近10年分でねあのやってる方はね当然多いんですけどね、うん、結構ねやっぱりね昔の問題久しぶりに出してみるっていうのはねあるんですよ宅研試験って、うんまあ、そこら辺はね「ウォークモンっ中ねあね問題集はいいですよっていうね、うんまあ、皆さん今年かるから関係ないと思いますけどねあのあの今後のためにねあの後輩のためにねいやウォーくモンって古い問題もあっていいよって言ってあげてくださいえ一応私もレックの人間なんでレックの商品売らなきゃいけないんでね、うん、ちょっと紹介してみました最近10年分だとこの問題ってないんですよね うん、だからね、動くものは結構あのセレクトが一番いいと思いますよっていうちょっと宣伝してみました。はい次、問いの22番なんですがはい国土、これも一問取りたいですね。できます、1番、宅建業者 A あの国土で宅建業者出ても何もビビることないですからね、うん、A というのが市街化区域内の2000円の土地です。 はい。B と C に1000ずつ分割。で、今回、事後届けで言ったら、買った人が1人で2千、五千、5 0 0 1万。えー、場所によって違いますが、2、50ですね。じゃあ、市街化区域だと1人で2000買ってるか。1000ずつ分割して買ったということは、B も C も届け出行わなきゃいけないってなってますが、1人1000だったら届け出はいらなそうですね。うん。じゃあ、1番はやっぱ罰の可能性が高いでしょうね。じゃあ、次2番目なんですけど、これ3000、市街化3000。面積的には大きいですけど、 やってることが今回ね、相続なんですよ。で、国土って、やっぱり値上がりさせたくないんですよね。ちゃんと利用目的しっかりっていうのが趣旨ですが。うん、あの値上がり目的でね、あんまり値段上がっちゃうと。使いたい人が使えない、買いたい人が買えなくなっちゃうね。値上がりする行為は嫌なんですよ。だから届出させるんですよ。ところが今回、相続により取得、事後届で相続って値上がりしませんよね。ということは、これ届け出いらない行為じゃないですか。ここななきゃいけない罰っぽくないですか。 うん、じゃあ3番目他県業者 F が市街化調整区域6,0006,000か6,000か面積は一てなところが G が一定の計画に従ってのっとって3,000ずつに分割して購入うんそうか5,000切ってのは3,000ずつかとただ結果的に3,000ずつに分割してるけど結局ずつに分割してるけど G1 人で6,000買ってませんかこれ。そうでです結果的に1人でえ 2, 5, 買ってたら届け出面積いってるってことになりますよね。ということはこれ一人で買ってるわさっきの一番と話違うわと。だったら一人で6000だったら行わなきゃいけなさそうじゃないですか。あこれ丸っぽいですね。でちなみに4番は講師講師売り主買い主どっちかに国地方公共団体たら届け出って届け出って届け出っ,っていらなくないですかいらないですよね。ということでした。はい正解は3番。 問いの22正解は3番でございます。はいでちょっと23番を飛ばして24番も出てあ24番出てますね。はい はい。では、いきますね。問いの24番。はい。固定資産税ですね。えー、まあ、か、今年、順序的には固定資産税だったから、固定資産税がね、あの、こっちは出たんですけどね。もう片方が上都所得で上がりましたね。えー、どこの会社も大外しですね、結構ね。うん。だけど、これはなんか結構当たってましたよね。まあ、あれで、ちょっと取得税と固定資産税で、総合問題みたいなの出るんじゃないかなって言っちゃって、ごめんなさいね。余計なこと言われちゃってね。うん。でも、この問題って、あの、固定資産税で、まあ、一番基本的な足が正解しになったんですけど、一番がびっくりな問題だったんですよね。 でちなみにこのタワマンの話ってあの去年改正されたんですよタワマンで上層階と下の階同じじゃ不公平じゃねえかっていうね、うん、それで補正なんていうのがされるようになったっていうねだからこれね安分した額っていうのは前までなんです、うん、変わってんですここでも知らないですよね、うん、あの知らなくてもいいんですけどね、うん うん、あの私ブログ書いてるんですけど去年のブログには書いたんですけどね今年全然出なかったんですけどねあの改正で出してもねでも去年のところにはちゃんと書いてるんですよ一応ね、うん。ということで、ねまあ誰も見てないとは思いますけどえ見てるとここのところってなんかタワマンってなんか改定されたみたいなこと言ってたぞちょっと分かんねえけど安分ちょっと分かんねえけどなんか保留品しとこうって言うと2番が3分の1っておかしくないですかこれ。あの固定産税出る予想されたらこれがなんか6分の1とかってなんか数字はちょっとこうやっといてほしいですね。 うん、あと3番目どうです納期定めることはできないって固定産税税って税率も変えられれるんですよこれ納期とかもなんか変えられるっていう話見たことあるなぐらいは欲しいんですよで4番目固定産税ってはい大腸上の消費者に課せられますねでも試験者実質使える人100年より長い永続期間とっていうこれ特徴的ですね100年段っていう。 そうするとテキスト1回見たら何か見たことあるぞ所有者じゃなくてもそういう人たちが払うことがあるぞということで正しいものは4番です問いの24ははい正解は4番でございますはいではいきましょうねはいでは今度ですね問いの25番地下工事 でこれはまああの不動産鑑定評価と地下工事どっちで打ったら今年は順番的に地下工事だったと、まあ、山張っててね、えー、やってたらっといけてほしいなの問題ですがこれそうですね正しいものは一番は、うん、どうでしょうか都市およびその周辺の地域です、はい、取引を行う普通の売買ですね。 家屋あじゃあ、取引の引きは引き対象の土地から最も近傍の標準値について公示されたあ価格をしようとして取引を行うよう努めなきゃいけない。で、これ、あの、一瞬丸に見える可能性あると思うんですよ。うん、あの、可能性があると見えるとか言ったからバズってこと分かっちゃうんですけどね。この後ね。うん、でも丸に見える可能性あると思うんですよ。うん、それはなんでかというと、取引だから足表で勤める丸と。ところが、今回は、対象の土地から最も近傍 最も貧乏最も貧乏って近けりゃいいってもんじゃないんですよ。うん、近けりゃいいってもんじゃないですよあのこれは、ね、大事な感覚ですよ。あのか問題やってたらあれ近く最も近く近けりゃいいってもんじゃないっていうねなんか難しい文章でも近けりゃいいってもんじゃないだろうみたいなそういう取り方ってあるんですよねだからあれ最も貧乏ってあ近けりゃいいってもんじゃないってあったからちょっと取引だし指標で務めるだし丸っぽいけどえ、うん、ちょっと保留がいいでしょうね。ずっと2番で標準値 鑑定する土地ですよね都市計画区域外や指定された規制区域内からは選定されない規制区域に、うんね、上がり激しいとね指定されないってそんなところを見ててもそんな知識いらないですよ外都市計画区域外選定されないんですかなかことないですよ取引が相当程度認められれば、ええ、候補地になってそこが標準値になることは当然ありえますからね だから外だとね選ばれないっていうのはこれはおかしいなってこれは別に普通に過去まやってたら普通に何か罰だったなってねちょっといけてほしいななんですよ。で3番なんですけどはい正常な価格さあ鑑定する時って価格普通の価格ですね通常成立すると認められる価格その通りですね地上権なんてあったあとはビルが建ってるそういう権利が付着している場合は損しないものとして認められる価格損しないどっかで聞いたことありませんかこのセルフ。 損しないないものとして考えるこれっぽいですねうんじゃあ4番見ましょうか今回土地鑑定委員です、はい、土地の利用状況観光が特に良好と認められる一連の土地について標準値を選定する良好と認められる土地を選ぶんですかいや標準値っていう言葉なんですよ標準値鑑定する土地ですよ標準の土地ですよ標準って普通ですよ標準は普通なんですよ有料と認められる良好と認められる違うだろうと えー、標準なので通常と認める通常の年です、うん、だからこれは標準値なんだから、えー、鑑定する土地を選ぶときはそんないい土地を選ぶわけじゃないえー、普通の土地標準値を選ぶんです標準の土地を選ぶんだからこれ良好と認めるおかしい罰×ということではい1番は地下系で言ってもんじゃないバツ。2番は外だって選ばれるよ3番丸4番バツということで3番問いの25は3番 はい、で後から来た,来た人のために、ね、1番が12番が43番が15番が2そして11が315、はい、が416が121が122が324が425が 3, 24が4 25が3はいここまで出ております。では続きまして今度ですね、えー、右側の方問いの26からね見てまいりますね。 はい宅建業法でございますで宅建業法はそうです、ね、中身的にそんなに超すげえっていうんではないんですけど個数が多い分やっぱり去年よりは下がるだろうって私は個人的には思います。やっぱ3個増えるとねうんまあ3点減るわけじゃないですけどね点、うん、ぐらいはやっぱりねうん業法でも去年より平均は下がるんじゃないかなとは思うんですよ。じゃあ問いの26いきます。 正しいものはどれかはい。問いの26。まずは1番です。宅研業者です。はい。事故の名義をもってです。他人にですね、営まわせる表示をさせてはならない。それはそうでしょうね。はい。じゃあ、営む目的で、持ってする広告をさせることはできるわけねえだろう。です。えー、負けないだろう、ね。でいけそうなとこですね。じゃ2番目。はい。卓研業とは 宅地または建物の売買等をなりわとするものを言うその通りでしょうねでも業務の一部売買を代理として行等が行う場合は取引業に当たらないなんかたい言い方だけど代理を業として行ったら代理と向き取引の業に当たりますもんねこれも罰だろうってなると思うんですよあとは3番目宅建業の、はい、免許を受けていない者が営む宅建業の取引に。 取引業者、はい、代理媒介として関与していれば当該取引は無免許事業に当たらないとなってますが何ですか業者がついてればその会社は無免許にならないですかだったらいらなくていいじゃないですかっていう、ね、話になっちゃいますもんね。なわけはねえだろうですよね。はいじゃあ4番目です。これあの過去問の言いましでは初めてだと思うんですけど宅建業業業者者の従業者従業員ってて不動産会社でで働いてる人ですよねその人が当該業者とは別に事故のために免許なく宅建業を営むことは無免許事業になる。 不動産業者でそこの従業員として会社の利益のために会社のね取引にね関与するのはできるんですよ。だけど今回そう言ってんじゃないですか。事故のために免許なくって自分で個人的に仲介だとかなんとかってやるなんていうのはこれ大江ろと一緒ですからね。要するにやりたきゃ会社辞めて自分で宅建業の業者免許もらってやれって話ですからね。うん、だから不動産会社の人間だって自分のために免許なく業為と飲むってそれはやりたきゃ自分で個人なり会社作って業者免許もらえって話なんで。いや、これはやっぱり4番でしょうね。 うん。だから過去問とかに言,言いましではないんですよ。うんだけど、これ従業員だからといって業ができるっていや免許をもらなきゃ。それは無免許になるでしょうね。というね。うん、そういう問題でございます。だから、これはねまあ、見たことない言い方だなってってもちょっと取りたいね。問題だなという問題だと思います。はい、それではですねえー。26が4番ですね。 はいいじゃきますね、はい、今度ですね27がまだ個数だからですかね出てなくて28はいじゃあいきますね。 この問題重要事項の説明の問題です。はい、貸借の媒介です。はい、借りる立場でいるかいらないかというね、えー、お話ですね。考えるという問題ですよね。じゃあ参ります。一番です。当該建物が品,格品質の促進の住宅性能評価を受けた新地住宅。その旨を説明しなきゃいけない。まあ結構久しぶりですけどね。12年に4回ぐらいですかね。ここのってね、過去問をやってると見たことあるなってなると思うんですが、この住宅性能評価を受けたっていうやつは買う人にはいるって話なんですよね。 うん、これ住宅性能評価を受けてるとね。金利安くなるんですよ。金利安くなるから買う人にはね。耳寄りの情報なんですよ。それから説明しろるんですよ。でも貸借はね。金利関係ないんでね。貸借にはいらないんじゃないの？っていう。まあ理由からするとそんな感じです。えー、あれ、住宅性能評価貸借説明いらないじゃない？1番はバツじゃないです。次2番既存の建物中古ですね。はい、建築住宅性能評価書の保存の状況について説明で、これはちょっと初めて見る感じですね。 ただこういう書類の保存の状況って、うん、やっぱり何て言うんですかね買う人はね図面だとかねそういう検査書とかね、うん、そういう調査書とかねそういうやつって大事なんですよあだって買うんだから所有するんだから今後は自分がやっていくんでねだけどこれ借りる人にとってはあんま関係ないんじゃないですかこれ、うん。そうすると借りる人にはなんかよく分かんないけどこういう書面とかって借りる人は別に受け継ぐわけじゃないから。 えー、買う人だと図面とかはねそういったものは受け継ぐけど借りる人には関係ないからこれいらないんじゃないっていう感じがしますはい3つ目石綿の調査の有無の記録がないアスベストですね調査の有無を自ら実施して説明しなきゃいけないどうですこれアスベストありますかえありませんとで調査しなきゃいけないって言うと調査仲介がやると、うん、自分じゃできないですよ 味もねあのさすがにねあの古い建物行ってねあの屋根のね裏の方見てね白いのが吹き付けてあると「うわーアスベストだ」って分かりますところがねあの床材とかに混ぜられてたらね全然分かりませんじゃ全然わかんないでもし調べるっ,て言ったらね外注しなきゃいけないんですよ何万もかけてほんで外注してえ調査の結果アスベスト使ってましたとお客さんに説明したアスベスト使ってましたとじゃあやめますガーンじゃないですか ありますもう調査して調査費用を仲介が出してで調査して使ってるって言ったらやめますっつったらこれ仲介あの普通ね賃貸の仲介なんて潰れねんですよよっぽどことをやんなければもう潰れますよこれ、えー、だからこれねあの外注費用がすごいかかるものってね調査義務ね大体ないんです、うん、だからここもそうですだから調査をわざわざする人はあらけないでしょうなんですじゃあ4番目はい。 区分所有法の区分所有の目的であるものであって占有部分の用途利用の制限に関する規約の定めがあるときは内容を説明しなきゃいけないマンションの部屋ですえマンンションの部屋借りる時は借りる人もペットがいいとか悪いとかえその部屋の使い方のルールは要りそうですよね。 はい、問いの二十八は四番でございます。大丈夫ですかね。はい、なかなか友作帰って来ませんね。そろそろ変わりたいんですけどね。えー、あの、多分モニター見てるんで早く来てくださいって、ちょっと言ってみました。はい、次、問いの三十三。はい、問いの三十三。 さてまいります保証協会の問題でございますはいじゃあいきます正しいものはどれか一番今回保証協会に加入した宅建業者が加入の日から2週間以内に納付ってなってますが保証協会って入会前にお金払うっていう加入前に払うというその話を聞いたことありますでしょうかえ入会前に払うんですよねだからこれ2週間ってねなんかこの保証協会入って事務所出したら2週間ってありますけど あの入り口の時はなんか入会前加入前って聞いたことあるな。で罰に行けるといいですね。えー、じゃあ次2番目いきます。保証協会の会員となりました。はい、宅建業者です。加入前に供託した営業所記を取り戻すときは還付請求権者に広告しなきゃいけないってなってますが、これ保証協会の会員になると保証協会って入会前に取引したお客さんも面倒見てくるんですよね？ だからこれ入会前のお客さん面倒見てくれるからこれ広告とかなんかしなくてもいいって話じゃありませんでした。ええ、営業保証金とかね保証協会の時って完全暗記項目なんですね。ものすごい暗記量がいるってつらいんですけどねあれ、これ新しく保証協会行ったらもう保証協会面倒見てくれるから広告いらないって聞いたぞ、うん、というところなんでしょうね。あとは3番目、はい、保証協会の会の員です 新たに事務所を設置したその日から2週間以内に分担金を納付しなかったこれって新しく事務所を設置したら2週間以内に30万円1個納付しなきゃいけないですよねじゃあ納付しないというなったらどうなるか、はい、納付しなかった時は保証協会の社員の知を失う首丸ですうん丸あもう答え言っちゃいましたねもう3番丸ですうんで、まあ、実際に保証協会でね鳩とウサギでねこれ二、ね、2週間二週間で入れなくてもね多分首にならないです えー「業者さん早くしてください」ってねせつかれるだけですそんなクビにしてたら会員数減るし減っちゃって大変なんですよ。はたとウサギも今会員獲得合戦で大変なんです。 いろんんななんか安くしたりとかねもう昔ね私が開業した時は230ぐらいかかったもんですけどねもうね今120とかそこらでできるんですよ、うん、すごい安くなってるんですよもう鳩とと先競争なんですよねだからそんなねそう簡単にやめさせないんですけどねただ試験は試験なんでね試験ということでああこれ2週間だとあと4番って地位失った時から2週間以内に供託すれば回復って聞いたことないですよねえー、なんか払えば不器みたいなありそうだけどねえだろうです、うん、勉強なんだからだからバツと。 ということで、はい、三十三は三番ということです。三十三は三番。三十三三番、はい。ということでした。はい。いや、来てくれてありがとうございます。<laughs> やっと変われるということでね。あの、こんなにその、が愛おしかったことはなかったです。<laughs> はい、じゃあ、すみません。<laughs> じゃ、あとよろしく。<laughs> よろしいでしょうかね。はい。さあ、それでは、ええー。 こちらですね。今のところ出ている問題のところでございます。はい。えー、まずですね、問題番号一、えー、これが正解し一。で、えー、問いの二番これが四。それから問いの三番が一。で、問いの四番はまだ出ておりません。それから問いの五が二。そして六七八九十はまだ出ておりません。えー、問いの十一番が三。 そして12 13 14はままだ出ておりません、えー、問いの15番が4そして問いの16番が1そして問いの17181920はまだ出ておりませんそして問いの21番が1問いの22番が3で問いの23番はまだ出ておりませんそれから問いの24番が4問いの25番が3ですね。でそれから 問いの二十六番が四、問いの二十七番はまだ出ておりません。それから問いの二十八番が四、そして問いの二十九、三十三十一、三十二がまだ出ておりません。それから問いの三十三番が三ということになります。さあそれではですね、えー、その続きのところを見ていきたいと思います。問いの三十四番ですね。はい。 さあ問いの34番です、えー、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面ま以、あ、下この問いにおいて37条書面というに関する次の記述のうち法の規定によれば正しいものはどれでしょうかということなんですけれどもまず1番です。 えー、宅地建物取引業者が自ら売り主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として、売買代金の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてもよいと。えー、こちらは罰で大丈夫ですね。 これは、えー、損害賠償額、えーね、予定するということは、まあ、定めを決めたということになりますからね定めを決めているわけですからそれを37条書面に、えー、その旨を記載しておいてくださいということになりますそして2番です。 えー、宅地建物取引業者が既存住宅の売買の売買を行う場合37条書面に当該建物の構造大陸上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない、まあ、こちらはちゃんと売買ということになっていますのでこれは記載しなければならないということになりますよねですから、まあ、これが正しいということになりまして問いの34番答えは2と。 えいうことになります。問いの三十四番答えは二ですね。 まあ、ちなみに3番は、えー、宅地建物取引業者はその売買により売買契約を成立させた場合、当該宅地または建物にかかる租税その他、えー、効果の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。まあ、定めているわけですから、えー、記載をしてくださいということで3番は罰。そして4番です。えー、宅建業者はその売買により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、 法第35条に規定する書面に記名を印した卓剣士をして37条書面に記名を印させなければならないと。別に同一人物である必要はないわけですから。はい。えー、こちら4番も×ということになります。えー、ですので、答えは2番ということになりますね。はい。さあ、それでは次です。えー、問いの35番いきましょう。はい。問いの35番です。 えー、宅地建物取引業者 A が行う業務に関する次の記述のうち、えー、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれでしょうかという問題ですね、えー。まず1番から見ていきたいと思います、えー。A は、宅地建物取引業者ではない B が所有する宅地について、B との間で、えー、確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に A は自ら売り主として、宅建業者でない C との間で当該宅地の売 買い契約を締結したこれは、はい、違反しますよねこれは違反しますので1番はとりあえず、えー、違反ということになりますので、まあ、これは答えじゃないだろうということになりますそして2番です A はその主たる事務所に従事する唯一の選任の宅建士 D が令和元年5月15日に退職したため同年6月10日に新たな専任の宅建士 E を置いたというふうにありますけれどもまあ確実に2週間は超えてますよねこれ。 はいということで、えー、これも違反とということになりますそして3番、はい、A は宅地建物取引業者 F から宅地の売買に関する注文を受けた際 F に対して取引対応の別を明示しなかったこれも違反ですよね取引対応は基本的には明示していく方針です。えー、特にに注文を受けた際には明示が必要ですということになりますので3番×ということになります。そして4番です A は 宅地の貸借の媒介に際し当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、えー、賃貸借契約を成立させたというふうにありますけれどもこの契約や広告って言いますのは必要な許可確認が下りてからこれが基本的なルールですよね必要な許可確認が下りてから、えー、契約も広告もしてくださいとただ貸借の契約だけは できるんですよねですので今回こちら貸借の媒介ですからこれは何も問題がないということになるんですよ。ですので問いの35番、えー、問題ないもの違反しないものは4番ということになります。それから問いの36番がまだ出ておりません。 えー、そして問いの三十七番ですね。はい。えー、問いの三十七番、えー、見ていきたいと思います。えー、宅見業者 A が自ら売り主として宅見業者ではない B との間で締結する。 建築工事完了前のマンション、まあ、いわゆる未完成物件ってやつですねでこの未完成物件代金3000万円の売買契約に関する次の記述のうち宅建業法の規定によれば正しいものはどれでしょうかという問題ですまず1番です A が手付金として200万円を受領しようとする場合まず今回代金が3000万円ということですよね 代金が3000万円ということは未完成物件 5%150 万円までだったらいいですよということになりますでも今回200万円受領しようとしているわけですから、はいえー、それは保全措置を講じる必要があります保全措置を講じないといけないわけですよね、えー、ですけれども、はい、A は B に対して書面で法41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、えー、当該手付金に対、えー、ついて保全措置を講じる必要はない罰ですよね、えー、あの告げればいいいいわけでではないです、はいその保全 そっちね小事だよっつって言えばいいってわけではないわけですよね。はいですから1番は「×」ですね。そして2番です。 A が手付金を受領している場合、B が契約の履行に着手する前であっても、A は契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を召喚して契約を解除することができない。×ですね。相手が履行に着手するまで手付解除というものはすることができます。相手が履行に着手するまで手付解除をすることができます。えー、ですから2番も×ということになります。そして3番です。 A が150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、A は 手付金と中間金の合計額200万円について、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができると。はい。まず、えっ、ー、と、こちら、まあ、150万円を手付金として受領しました。まあ、この段階では先ほども言いましたと言う5%ですから、まあ、いいわって話になりますけれども、さらに中間金として50万円、この段階で5%超えますよね。ということになりますので、それって、 新しくもらうお金だけじゃなくて今までもらったお金とこれからもらうお金とダブルで保全措置が必要ですとだから手付金と中間金の合計額200万円について保全措置を講じただったら中間金受け取っても問題ないですよねということになりますので3番は正しいということになりますですので問いの37番答えは3番ということになりますはい え答えは三番ということになりますね。まあ一応四番見ていきましょうか。四、えー、番です。A が 150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、A は手付金と中間金の合計額650万円について、法第41条に定める手付金の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない、いや、講じればいいんじゃないですか、受領することできますよね、ということで、はい、えー、4番、×ということになりまして、えー、問いの37番、答えは3ということになります。えー、それからですね問いの38 八番は、えー、まだ出てないですね。はい。それから問いの三十九番ですね。はい。さあ、えー、問いの三十九番です。 えー、宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する、えー、重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうかということですけれども、はい。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとするというふうにあります。それでは1番から見ていきます。えー、既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならないと。はい。こちら、貸借の時にこの書類の保存状況、別にいりません。 とということで1番はツですねそして2番ですはいえー、宅地の売買の媒介を行う場合登記された定当権について、えー、引き渡しまでに抹消される場合は説明しなくてもよいといや登記された定当権については説明してくださいって話ですよねまあ後で抹消するからいいよねっていうそういう話ではないわけですよ、えー、ですのではい2番もツということになりますそれから3番 えー、宅地の貸借の媒介を行う場合、えー、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、はい、契約終了時における当該宅地の上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするとき、まあえー、手っ取り早く言えば定期借地かなんかを、ね、やろうとしてるんですかね、はい、定期借地であるときには、この内容を説明しなければならない、そりゃそうですよね、これはだってあらかじめ聞いておかないとまずいもん。 えですのではい問いの39番3が正解ということになりますね。はい問いの39番はあごめんなさいこれさっき間違えました37が3ですねごめんなさいはいで39が3ですねごめんなさいごめんなさい欄をずらしてしまいました。 問いの三十えっと先ほど三十七番が三ですねごめんなさい三十六番まだ出てません三十七が三ですねで三十九が三ですねはいよろしいでしょうかはい、えー、それでは、えー、次行きたいと思います問いの四十番ですねはい、えー、問いの四十番です。 え次の記述のうち宅建業法の規定によれば誤っているものはどれでしょうかという問題です、えー、間違っているものを探していくタイプの問題ですねそれでは1番ですえー、宅建業者の従業者は取引の関係者の請求があった時は従業者証明書を提示しなければならないが えー、宅地建物取引士は重要事項の説明をするときは請求がなくても説明の相手方に対し、えー、宅地建物取引書を提示しなければならないと、まあ、これは合ってますよね。こ、はい、これはとということになりますそして2番 宅地建物取引業者はその業務に関する帳簿を各取引の終了後5年間、えー、当該宅地建物の取引業者が自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあっては10年間保存しなければならないというこの選択肢が誤りだということをお気づきになられましたでしょうかはい。こちら、えー、2番が誤りということで問いの40番答えは2です。なんでですかだって帳簿は5年じゃないですか。 自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあったら10年間じゃないですか、そうなんです、その通りなんですよ、ええ、ただ、閉鎖後5年間なんですよ、わかります、閉鎖後5年間、えー、保存しなければいけないです、そう、各取引の終了後ではないということですよね、よろしいでしょうか、ね、本当に悪質な問題ですよね。 ええ、本当に悪質な問題なんですけれども卓球験結構こういうのよくやりますよね。この数字じゃなくて数字の前後で引っ掛けてくるっていうタイプです。 はい、数字じゃなくて数字の前後で引っ掛けてくるっていうよくあるタイプですよねでもしこれ2をスルーしてしまうと結構あのこれ正しいんじゃないのってやってしまうと結構答えが見つからないっていう状況に、えー、なっちゃったかもしれないんですよねでそうするとなんかねえー、どれを選んだらいいか分かんないみたいな、まあ、3番とかもなんかねえー、選びそうな雰囲気とか出てますよね。宅、えー、宅地地建建物物取引業者ががが一段ののの分譲をを案案内内所所設設置して行う場合その案内所が一時的かつ移動が容易な施設である 時は当該案内所にクーリング・オフ制度の適用がある旨と所定の事項を表示した標識を掲げなければならないと、はい、これ、丸なんですよ、ええ。まあ、標識のそこのね、案内所の標識の内容まで知らないよっていうふうに思うと思うんですけどもね。はいえー、ですが、これ、クーリング・オフ制度の適用があるよっていうところはこれ、必要になります。 えーですので、それを表示した標識というものが必要になるので、これ3番は正しいんですね。でそして4番です、えー、宅建業者が一段の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結しまたは契約の申し込みを受ける場所であるときは当該案内所には1000人の宅建士を置かなければならないと、まあ、これはまるでいいですよね。というわけで、誤っているのが2番という問題です。 まあおそらくこれは結構厳しい問題だったと思いますこれはちょっとねなかなか厳しい問題じゃないかなと思いますはいそれでは次問いの41番いきたいと思いますはい、えー、問いの41番にいきたいと思います さ参、えーま、りたえー、宅建業者が行う宅建業法第35条に規定する重要事項の説明以下、えー、この問いによって重要事項説明というに関する次の記述のうち正しいものはどれかなお説明の相手方は宅建業者ではないものとするというふうにありますそれでは1番では番す。 えー、建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅建業者は、えー、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、えー、その管理会社の称号及びその主たる事務所の所在地について、えー、借り主に説明しなければならないというふうにありますけれども、はいえー、こちら1番が、まあ、正解ということになりますというの41番は1ですね。 問いいの41番は1とううふうになります、はいえー、そして2番ですね、えー、宅建業者である売り主は、えー、他の宅建業者に売買を依頼して宅地の売買契約を締結する場合重要事項説明の義務を負わない罰、えー、ですよね。 はい、そして3番建物の貸借の媒介において建築基準法に規定する憲兵率及び容積率に関する制限がある時はその概要を説明しなければならないこれも罰なの大丈夫ですか建物の貸借ですからね憲兵率も容積率も、まあ、特にその人には関わり合いのないことなので例えばねアパートの一室を借りましたって言った時に202号室借りましたって言った時にここは、ね、憲兵率が、ね、何で容積率が何なんですよとか言われてもでってしかない しか言うがないですもんね。別にあの日々月だからやっぱ検定率七十パー違うなとか思いながら過ごす人もいませんので、そんな聞いてもしょうがないわけですから、まあそれはいらないでしょうって話になります。それから四番です。重要事項説明では代金交換先または借金の額を説明しなければならないが、はい、あれもうこの段階であれあれって話ですよね。重要事項説明って代金必要でしたっけ？代金はいらないですよね。はい。 代金は必要ありませんですからまあこの段階でもう×ですよね。えー、それ以外に自受される金銭の額については説明しなくてもよいむしろそっちが欲しいです、はい。むしろそちらの説明をお願いしますって話になるので、はいえー、問いの41番答えは1ということになります。はい、えー、それでは次問いの42番ですね。 はいえー、それでは問いの42番のところを見ていきたいと思います、えー、宅建業法第2条第条号に規定する宅地に関する次の記述のうち誤っているものはどれかと、はいねえー、宅地であるかどうかっていう問題ですねなんかあんまり最近見かけないタイプの問題ですよね、はいえー、で1番です えー、建物の敷地に供せられる土地は都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが道路、公園、河川等の公共施設のように供せられている土地は用途地域内であれば宅地とされるこれが誤ってるんですね42す、はい。42番、1が正解ということになりますね。ね まああのね普段レックに通ってる方はねえ頭の中にコーヒーどうもすいませんが思い浮かんだと思いますけれどもはいあれあれです。はいね さ、えー、ということで、まあ、1が×、えーね、ですけれども、まあ、234、丸です。いきます、2番、宅地とは、はい、現に建物の敷地に供せられている土地、うん、これも宅地ですね、に限らず、はい、広く、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地、うん、これも宅地ですね、と、はいうものであり、えー、その地目減況の移管を問わない、丸、ま、ですね。でそして、えー、3番、都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地、えー、これは宅地である、はい丸、ま、で,ですね。建物の敷地 基地地に供せられる土でですからねはいそして4番ですえー、都市計画法に規定する巡航業地域内において、まあ、まずこれはもう用途地域だってことが分かれば用途地域内の土地ということで宅地ですよねってことになりますね。はいということで、えー、こちら、えー、答えは1番ということになりますよろしいでしょうかはい、えー、それでは次問いの43番、えー、見ていきたいと思います。 さあ問いの四十三番です、はいえー。宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれでしょうかという問題です。はいえー、それでは、一番から見ていきます。免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第二百四十六条詐欺の罪により懲役一年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から五年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができるというふうにあります。けれども、まず、えー、懲役一年です。懲役一年です。 はい、ですからあの罰金刑の時は、えー、犯罪がどの、ねえー、罪名なのかによって、えー、扱い変わってきますけども禁庫懲役の場合はもう、えー、どの犯罪であっても、えーね、5年間 NG ということになりますので、はいえー、5年経過していなかったらダメですということで1はとりあえず違うなということが分かりますね。はい、そして2番です えー、免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が刑法第252条、えー、横領の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられその刑の執行猶予期間を満了している場合、はい、執行猶予がついていた場合その執行猶予期間が満了すれば オッケーでしたよね。ということは、まあ、これでもう満了しているので、オッケーです。ですから、その満了の日から五年経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。二番が正解ということになりますね。はい、問いの四十三番、答えは二と。いうことになります。はい、よろしいでしょうか。 さあそれでは次問いの44番、えー、見ていいいきたいと思いますさあこのの問いの44番これもね、えー、どうでしたでしょうかね、いきます。えー、宅建業法に規定する、えー、宅地建物取引士資格登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうかという問題です。 はい、えー、それでは1番から見ていきましょう。えー、業務停止処分に違反したとして、宅建業の免許の取り消しを受けた法人の、政令で定める使用人であったものは、当該取り消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができないというふうにありますけれども、はい、業務停止の処分に違反して免許を取り消しを受けました、えー、その法人、そうしたら役員道連れになっちゃうんですよね。役員も道連れにされてしまいます。うん、政令で定める使用人は セーフでしたよねこのとき、政令で定める使用人は政府ということですので、はい、えー、登録を受けることができない、1番は、えー、罰ということになります。そして2番です、えー、宅地建物取引業者 A、高検知事免許に勤務する宅建士高検知事登録が、えー、宅地建物取引業者 B、つけん知事免許に勤務先を変更した場合は、小けん知事に対して、遅たえなく、えー、勤務先の変更の登録を申請しなければならない、これ、罰なの大丈夫ですか。 皆さんこれ罰だったら大丈夫ですかなん、はいえー、でですかって言ったらあのこの宅建士公検知事登録ですよね。この宅建士公検知事登録ですよね。遅、え、滞、ー、なく勤務先の変更の登録を、まあ、申請してください。公検知事によろしいでしょうか。おつけん知事じゃないですよね。ということで2番、罰ということになります。 そして3番です、公検知事登録を受けている者が公検からお付けに住所を変更した場合は、えー、宅地建物取引支障の交付を受けていなくても、公検知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならないと、登録を受けているのであれば、宅建証の交付を受けていなかったとしても、やっぱり変更の登録は必要です、ですから3番が正解、丸ということになりますね。 で4番、見てください、えー、宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受験する必要はないというふうにあるんですけど、いろいろしっちゃかめっちゃかになってますよね、この選択肢が。はい、まず、えー、合格した日から1年以内に登録を受けようというときにはあの、知事の法定講習、あれを受講する必要がないということです。 えー、登録実務講習というのはこれはあの2年間の実務経験の,あの代わりに受けるやつですからね。えー、ということでございますので4番×で、えー、問いの44番答えは3番と、えー、いうことになります。はいさあいかがでしょうかそれでは、えー、次問いの45番、えー、いきたいと思います。 はいえー、問いの45番、えー、住宅貸し担保のやつですね、はい、えー、特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅貸し担保保証金の供託、または、えー、住宅販売貸し担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうかという問題です。はい 1>, えー、1番です、宅建業者は自ら売り主として新築住宅を販売する場合だけでなく新築住宅の売買の媒介をする場合においても住宅販売・貸し担保保証金の供託または住宅販売・貸し担保責任保険契約の締結を行う義務を負うと、まあ、いきなり1番、×でいいですか、これ。はいですから45番問いの45番答えは1ですね。はいこれ やっぱり自ら売り主制限と同じノリなんですよ、やっぱりここっていうのは。 ですので自ら売り主の時には、まあ、これはやっぱり必要ですけれども買買の時にはいりませんというタイプの問題ですね。まあここら辺は過去問とかでもね何回か出てきたところではありますので、はい、えー、なんかあ見たことあるみたいな感じで行けたっていう人もいると思います。はい、えー、ですので誤っているものは一番ですね。まあ一応二三四見ていきましょう。はい、二、えー、番です。自ら売り主として新築住宅を販売する宅建業者は住宅販売カス担ム保,保証金の強託をしている場合、当該住宅の売買契約 を締結するまでに、えー、当該住宅の宅建業者ではない飼い主に対し、教託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならないと、えー、こちら、丸になりますよね、えー、こちら、教託所の所在地等については、契約締結前にやることですもんね。はいそして3番です 自ら売り主として新築住宅を、宅建業者ではない飼い主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、基準日から3週間以内に、当該基準日にかかる、えー、住宅販売、貸し担保保証金の供託、及び住宅販売、貸し担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届けてなければならない、これもまるでいいですね、基準日ごと、まあ、年に2回あります、えー、3月の末と9月の末ですね、えー、その基準日ごとに、えー、そこから3週間以内に、えー、免許 保健者に届け出てくださいねというそういうお話でした。 はい、えー、それから次、えー、4番ですね住宅販売貸し担保責任保険契約を締結している宅建業者は当該保険にかかる新築住宅に、えー、構造体力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分の隠れた貸し、えー、構造体力または雨水の侵入に影響のないものを除くがある場合に、えー、特定住宅貸し担保,責任、えー、担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができるとまあ保険契約を締結してるわけですからねそれで保険金請求することができなかったら何のために保険に入ってのか たんですかって話になりますからね。はい。ですので四、えー、番これは合ってるでしょうということで問いの四十五番答えは一ということになっていきます。はい。さあそれでは次ですね。問いの四十六番ですね。はい。えー、問いの四十六番です、えー。気候に関してですね。 はいえー、誤ってるものはどれでしょうかという問題ですけれども、はい、問いの46番誤ってるものこちらは1番ということになりますねはい、えー、問いの46番は1番ですね、えー、こちらも買い取りの対象としておりますということになりますはいそれから問いの47番ですねはい。 問いの四十七番なんですけれども、えー、こちらはい正しいものは四番というふうになります。あの新築っていうふうに表示するためには、はい建築後一年未満で。 居住のように供されたことのないものですよね、えー、ですから今回四、えー、番、うん、分譲住宅について住宅の購入者から買い取って再度販売する場合はい当該住宅が 建築後1年未満で居住のように供されたことがないものである時はだから新築の条件はちゃんと満たしているわけですよねえ新築の条件はちゃんと満たしているわけですから広告に新築と表示してもえ別に不当表示に問われることはありませんということで問いの47番答えは4番というふうになりますはいそれから次です問いの48番ですね統計の問題ですねはいえこちら問いの48番答えはえ2番です はい、えー、問いの48番答えは2番と、えー、いうことになりますこちら地下工事の問題ですよねもう今年地下工事は結構上昇した上昇したっていうまあなんかそれが結構ねインパクトあって、まあ、それで覚えてたっていう方もねいると思いますけれども、はいまあ、これでポンと、えー、結構まあ他のちょっと細かいところを知らなかったとしても、まあ、これで結構取れちゃったっていう方もいらっしゃると思います はい、えー、ですから、えー、問いの四十八番は二となります。それから問いの四十九番ですね。はい、土地に関する次の記述のうち最も不適当なものはどれか。はい、問いの四十九番答えは三番です。はい。 えこちらなんですけれども、まあ、1番はこれ台地とかですね団地、えー、こういったものは農地として利用されまた土地、えー、都市的な土地利用も多く地盤も安定しているです、ね、で2番台、えー、地を刻む谷や台、えー、地の地を埋め立てたところでは地盤,、えー、地盤の液状化が発生しうると要するに池を埋め立てたってことはそこに水分があるってことになりますよねで水分があるってことは何かあった時に液状化する危険っていうのは土に水分があればそれはあるでしょうっていうことになります はい、でそして、えー、3番ですね、台、まあ、地とか段丘、ここに関しては基本的には、まあね、えー、宅地として、えー、積極的に利用されています、まあ、自然災害に関しては安全度も別にそんなに低くはないというところになりますので、はいえー、3番があ答えと、最も不適当なものですからね。 はい、あとは4番、まあ、これもさっきと同じですよね埋め立て地ってことは埋め立てた場所ですよねってことはもともと水とかがあってそれを抜いて埋め立てたとかですよねってことはやっぱり水分があることが想定できますよねでそうするとやっぱり液状化対策っていうのは必要でしょうやっぱり水分があることが前提になりますのではいということで問いの49番は3番が正解となりますそして問いの50番です、えー、こちら答えは4番 まあ、こちらは1、2、3がちゃんと分かっていればいけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、体神構造、精神構造、免震構造というやつですね。えー、あちらが分かっていればいけるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、えー、それではですね、えー、まあ、今、ちょっとワンクールしましたので、えー、もう一度、今のところ出ている回答をもう一度、えー、いきたいと思います。はい。 えー、途中から、えー、ご参加されてる方は、まあ、こちらでこたつの方をお願いいたします。えー、問いの1番が1問いの2番が4問いの3番が1で問い4は置いといて問いの5番が2678910は置いといて問いの11番が3121314は置いておいて、えー、問いの15番が4それから問いの16番が1。 そして問いの17、18、19、20は置いておきまして問いの21番が1問いの22番が3で問いの23番は置いておきまして問いの24番が4問いの25番が3そして、はい、問いの26番が4で問いの27は置いておきまして問いの28番が4。 そして問いの29303132は置いておきまして問いの33番が3問いの34番が2問いの35番が4問いの36は置いておきまして問いの37が3そして問いの38は置いておきまして問いの39が3問いの40が2問いの41が1 問いの四十二が一、問いの四十三が二、問いの四十四が三、問いの四十五が一、えー、そして問いの四十六が一、そして問いの四十七が四、問いの四十八が二、問いの四十九が三、それから問いの五十番が四と、えー、いうことになっていきます。はい、えー、まずここまでよろしいでしょうか。はい、さあ。 それではえ問いの1、またこっちから最初に戻りましてえ出ている回答のところ行きたいと思いますがそうですね問いの7番、まいりましょうか。はいで問い問の7番これ結構 こう、ねえー、あれって思った方も、えー、多いと思いますけれどもまずこちらなんですけれどもまず2番と3番ご覧ください2番と3番まあどちらも代理人と称してます相続人と称してますね、まあ、だからそれに対して全員無過失で、えー、弁済したわけですよね、えー、ですのでそれはまあ有効となるでしょうってことで23はとりあえず正しいだろうというふうに推測ができますよね でそして4番です4番ですけどもこれは同時履行の光弁権ってことでね、えー、まあ多分これ同時履行の光弁権で丸なんじゃないのかなっていうふうにいけますよね。なので番番番丸3番丸4番丸というふうに考えてみてそれで1番見てみてください。はい、えー、B が 本件代金債務につき、事業権限のない C に対して弁済した場合、C に事業権限がないことを知らないことにつき、B に過失があればと。ね。あれ今回過失があるのかと。ね。過失がありますよ。でも、C が事業した代金を A に引き渡したんですよね。いいですかってことは、引き渡したんだったら、まあ、それはもう万事解決じゃないですか。別に。ですので、それは何も問題がないですよね。 はいえー、ですので、えー、このおー C は何かっていったら、えーね、あのこうやってバトンタッチして渡してあげただけっていう状況になってますよね。ということですのでこれは別に有効にしても問題ないんじゃないんですかということになりますのではい誤ってるもの問いの7番答えは1ということになります。はい問いの7番答えは1ですね。はいさあそれから問いの8番ですね。 さああ、えー、問いいの8番ですはい、まあ受け負いまあ、結構マイナーなテーマなので、まあ、ここまでちょっとで、えー、勉強をしっかりできているかどうかっていうところは、えーね、厳しかったかもしれないですけれども、えー、これ答えからいきますと問いの8番答えはこれ2番です。はい、えー、こちらなんですけどもまああのこの いわゆるその貸し田んぼ責任の、えー、存続期間基本原則は1年以内でまあ頑丈な工作物だったら10年以内ということで、まあ、10年と定めることだったらいいかもしれないんですけれども、はいえー、20年と定めることはまあ基本的には厳しいでしょうということで、はい、問いの8番答えは2ということになります。 それからですね、問いの9番まいりましょうか。はい。問いの9番です。えー、こちらなんですけれども、どうですかね時効の中断、えー。すごいですね。はい。えー、出したなと思いますけれども。さあ、えー、こちら時効の中断なんですけれども、基本的にこれ、訴えを提起しました。 ねえー、訴えを提起してでその訴えがちゃんと、ね、認められましたっていうふうになったらばそれは、えー、事中断とということになるんですよね、まあ、この原則を覚えておけばあとはここ推測でいけると思うんですよ。 その原則が分かっていれば例えば1番のように訴えが取り下げられた場合、うん、まあそれは効力生じないでしょうえ OK もらってるわけじゃないですしねはい2番、えー、訴えの却下の判決が確定した場合、まあ、それはもう無理でしょう自己中断させるのはで3番、えー、請求棄却の判決が確定した場合それは無理でしょう生じないでしょうだから123は多分これ自己中断の効力生じないだろうなっていうふうにまあ思えるかどうかですよね。で4 4番裁判上の和解が成立した場合時効の中断の効力が生じないっていや効力,効力生じるから多分和解したんじゃないですかこれだけ毛色が違いますよね普通に考えて。っていうところでまあ基本的に訴えも、えー、退けられたらダメだぞっていうところで123は多分無理だろうっていうふうにいければ、まあ、多分ここの問いの9番の4番の回答は出せるんじゃないのかなというふうに思います。 まあですのでこれ知識として持ってましたか持ってませんでしたかっていうよりもだからまあ訴えがちゃんと認められないとダメっていうそこの知識は必要ですけれどもそれがちゃんと持っていればあとはどれだけこの問題について諦めなかったかですよね。どんだけこうねもうこの問題と戦えたのかっていうのが多分えこの問題の合否を決めたんじゃないのかなというふうに思います。はいいよろしいでしでょうかね でそれから問いの10番、ね、まさかの抵当権の、えー、譲渡だとか放棄だとかそこいらへんですよね、はいえー、もうなんかしかもなんか数字が、ね、選択肢にばーっと並んでいるとえーみたいな感じに、えー、思ったかもしれませんけれども、えー、こちら、はいえー、順位を譲渡しました、えー、正しいものはどれでしょうか問いの10番、えー、と答えでいっちゃいましょうかこれ、えー、答えは1番です。はい。 えー、こちら回答一番ということになっていきます。さあ、えー、それでは、えー、問いのおおじいちゃんもうやったんですよね。はい。で、問いの十二番ですね。はい。さあ、問いの十二番です。結構いやらしい問題だったっちゃいやらしい問題でしたけれども。 あのこれ。 おそらく正解の選択肢をポンと一本ずりしていければいけたんじゃないかなとあの不正解の選択肢がですねまたやたらべったらですねそれっぽさを醸し出していてですね悪質なんですよこれ、えー、ですけれども結構正解しはポンといけるかなっていう感じでございますまあちょっと1から見ていきましょうか、えー、まず A が B に対し A 所有の高建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち民法及び借地借家法の規定によれば正しいものはどれでしょうか1番からいきます はい。AB 間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、 公正証書によると書面によって契約すれば足りると、えー、なんかこれはあれですか定期借家とかしようとしてるんですかね、えー、そうするとさすがに書面であればそれで OK ってわけにはいかないですよねいろいろ説明とかも必要なわけですよねはい、えー、ですので、えー、こちらに関してはまあ違うだろうなっていうふうにえいけますよねでそして2番高、えー、建物が居住のように供する建物である場合には契約の更新がない旨を定めることはできないこれ皆さん自信を持って罰とできましたか これを自信持ってバツとできましたか皆さん、はい、あのー、これ居住のように供する建物である場合にはあのー、すいません多分借地と借家がごっちゃになっちゃった人の選択肢でしょうね。はいえー、というですね なんか、えー、これ借家の問題なんですけれどもなんかあの頭の中で多分事業用定期借地権とかがなんかふっと頭の中をよぎるとなんかね、えー、引っかかっちゃう人ももしかしたらいるのかもしれないっていうですねはいだからあの、ま、去年もこういう問題出てましたけどもとりあえずあの言葉だけに反応するっていうのはやっぱり嫌ってるみたいですね。 はいえー、なんかこの言葉があれこれだパンみたいな、えー、そういうのはなんかねあまりよろしくないなというふうに思ってるんだろうなっていうところはまあ見て取れますよね。はいそれから3番です A が B に対して期間満了の3か月前までに更新しない旨の通知をしなければ従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるがその期間は定めがないものとなるというふうにやりますけれどもこれ罰なんですね。 はい、これ3か月前じゃなくて6か月前だと思いますね。はい A、がってことは大家さんの方がってことですからね。はい、というわけで、えー、これ問いの12番回答は4番と、えー、いうことになりますけれどもはい答えは4番ということになりますけれどもまあ期間満了や解約の申し入れをした場合やっぱり通知をしなければ ねえー、その賃貸借契約の終了を対抗することはできませんよね。という、まあ、4番は結構よく見るタイプの問題だったので123にどれだけこう心を揺さぶられなかったかっていうのが勝負どころだと思います。はい、123の段階でちょっと揺さぶられると、えー、厳しかったかなっていうところはあると思いますけどもはい、えー、よろしいでしょうかねそれでは次です問いの13番参りましょうかはい、えー、問いの13番です。 えー、建物区分所有法ですね。 まい、えー、ります1番です占有部分が数人の共有に属する時は共有者は集会においてそれぞれ議決権を行使することができるっしっちゃかめっちゃかになるから、ねえー、やめてもらっていいですかってことその誰か一人でしょうどう考えてもということになりますので、はい、1番は罰ということになりますねでそれから2番です区分所有者の承諾を得て占有部分を占有する者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席してもうここまでいいですよ議決権行使は 無理ですはい占、えー、有者自議決権ないですから議決権の行使は無理ですね。ということで2番ツ。そして3番です集会においては規約に別段の定めがある場合、えー、および別段の決議をした場合を除いて、えー、管理者または集会を招集した区分所有者の1人が議長となるとこれが正解ということになります、えー。ですから問いの13番は3が正解ということになります。 問いの13番正解は3番が正解ということになっていきますね。はい まあ、ここがちょっと厳しかったとしても4番集会、えー、の議事は法または規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決すると、えー、こちらが罰だっていうことに気づいていただければまあ、えー、1×2×4× で3かなっていうふうに取っていくこともできると思います、えー、基本的に集会の議事は過半数で決めていきます集会、えー、の議事は基本的には過半数で決めていきます、あのー、結構こ重い案件とかの場合には まあえー、それは例外的にやっぱり4分の3になりますよっていう4分の3の方はむしろ例外的なものでございますので通常過半数です、えー、ということになっていきますよろしいでしょうかはい、えー、それでは次問いの14番ですね、えー、不動産登記法でございますねはいさあ、えー、不動産登記法の規定によれば誤っているものはどれでしょうかという問題ですえー 1>, 1番から見ていきましょうか、えー、当期の申請にかかる不動産の所在地が、えー、当該申請を受けた当期所の間隔に属しない時は、えー、当期間は利用付した決定で当該申請を却下しなければならないと、えー、そりゃそうでしょうって話ですよね受け取るわけにいかなくないですか、えー、全然別の当期所に持っていかなければいけない書類をあうちでいいですよってわけにはいかないわけですよね、えー、そんなユーザは聞かないですよもちろんそれはね、えー、却下しますよはいということで、えー、1番はまあこれは、えー、そうでしょう それから2番です「えー、所有権の登記名義人が相互に異なる土地の、えー、合筆個、えー、室の登記は、えー、することができない」これ丸例ですよね、えー、2つのものを合わせる時にはもうそれ条件をちゃんと合わせてください所有者も同じにしといてください地目もちゃんと合わせておいてください、えー、なんでかって言ったら合わせておかないと合わせた時にどっちに 合わせるのってことになってしまいますのでそれはもう一緒にしておかないとすることができませんえですからはい2番はマルレイですよねでそしてえ3番登記官はえ一筆の土地の一部が別の地目となった時であっても職権で当該土地の分泌の登記をすることができないというふうにありますけれどもこれが誤りということになりますですからえ問いの14番答えはえ3番ですね。 えー、問いの14番答えは3番ということになります。はい、えー、そしてはい問いの15。16とかが出てますよね。はいで、そしてえっ、ー、と問いの。16も出てますかねえー。17からいっきますかね？これも買って大丈夫ですか？買っていいですか？ はい、じゃあ皆、えー、さんお待ちかねの水野先生ですはいすいません、えー、それじゃあですねまた変わりましてね、えー、入れてないところまだ出歩いてないところですね、えー、ちょっと見てまいりますね問いの4、えー、出ました この問題もですね、うん、難しいですね。言ってることが難しいですね。で、難しいんですけどもね、まあこういう時はやっぱりハートで解くのが民法の問題でしょうね。で、まずは、法改によって家がね、滅出してしまいましてね、えー、火災保険、被険者である家屋所有者が保険、取得した、要は保険金もらえることになったみたいです。 じゃあ家屋所有者加害者に対する損害賠償この保険金額をいわゆる損益総裁として控除しなきゃいけないちょっと言ってること難しいんですけど保険が下りたら損害賠償額を減らされるとかいうことなんですかね。うん、こうおかしくないですか加害者は悪いことやってるんだからこんなの保険が下りるからってそしたらなんか保険入ってる入ってないで加害者は金額使うっておかしくないですかちょっとなんかおかしいですよね、うん、だからね言ってることはわかんないんだけどなんかその雰囲気見ると、うん、ちょっとパツくさいんですよ。 であと2番目なんですけどこれもねこの「同質性のある」とか言って意味が分かりづらいんですけどただね利益をすでに受けた場合とかって言ってるんですよね。でそうすると控除されることはないってなんかもらってるみたいなんですよなんかをね何かかよくわかんないですけどねその何かわかんないけどもらってるみたいだからちょっとわかんないから「はてな」なんだけども「バツ,バツかな」でも丸かもしれないけどバツかな」で流すのがいいと思うんですよ。 あと3番目は第三者が債務者を強債強債ってなんかそそのかすことなんですよね、ええ、であのその債務全部を一部履行に不能にさせた要は第三者は何したかって不能にさせたらしいんですよであの当該第三者が債務の債権者に対して不法行為責任を負うことはないってもうこれもう何言ってるのかさっぱり分かんないんだけどでもとりあえず間違いないことは第三者が不能にさせたっていうちょっと悪いことやってるのは間違いないですね でそれを見とるとなんか不法公式責任を負うことはないとか言うと罰だろうっぽいんですよねであと4番は名誉を違法に侵害されたものこれは良くないですねやっぱりね損害賠償名誉回復のために勝負を求めることができるほかでここまではなんかね分かりそうなんだけど人格権の名誉権とかってなんだこれだと どこに乗ってると見たこここととないぞでここでテンパっちゃうんですよねただね名誉権に基づき加害者に侵害行為の差し止めを求めることができるいいですか民法はハートなんですよえハートフルにえ悪いやつは保護しない悪いやつにはそういう何か損害賠償ができてしかるべき差し止めとか4番ですはい問いの4は、はい、4番です。 やっぱこういう問題はね、やっぱ裏と大変なんですよね、ほんまね、うん。大変だと思いますよ。どっかの判例かなんかでね、見つけたと思うんですけどね。うん、ということで、は四、い、番、まあ、これはまあ、うん、確定はしました。で、そしてです、えー、今度ですね、問いの。六。はい。 まあどんな問題ねかなりね大きくねえ来年配偶者のねえ居住権とかね,ゆるゆるね相,続相続って今、過渡期なんでねいろいろ解散があるんでなかなか出しづらいところでしたけどねはい今回、遺産分割の話でますまずあの一番なんですけど被相続人亡くなった人ですかね遺言によって遺産分割禁止できずになってますが遺言ってかなり万能ですよね。 うん、最終位置でもねだからこれはできずどうかなというところですじゃあ2番目です共同相続人ははい既に成立して離散分割協議につきその全部また一部を全員の合意により解除した上改めて遺産分割協議を成立させることができるこんなのがテキストに載ってるテキストはないはずですないと思うんですよ解除できるって中華書くまでもないと思うんですよだって話し合いで、ね、決めたんだけどやっぱりやめねえと兄貴そうだなと弟よそうだなとじゃあもう一回やり直せようぜと ありじゃねえとちょっとありな気がしませんそういう法律を生むんじゃないですよ家族兄弟愛ですよねその民法愛なんですよだから兄弟で話し合っていやこれ別に構わねえんじゃねえかとであとね三番ってこれまあやってるやってないでて感じですけど過去にもあったりして貯金とかってこれって好き勝手にできないですよね でできないんですよ債権とかだとなん,かなんか分割していけるとか言うけどこれってねなんか、うん、分割されて何かおかしかななんですよねあと4番目協議が成立した時とかそこら辺がちょっと怪しいですよね死んでますからね、うん、成立した時からどうかなと微妙だな2番正解です。 私はちょっと疲れちゃってねなんかもう解説適当になっちゃってごめんなさいね。まあ、皆さんもどうせあの答えだけ知りたいんですもんね。でもまだね今ねあの、まあ、答えはだいぶ出てるんですけどね合格推定点が結構ねもめてるんですよあ。もっと下がるんじゃねえかとか、ね、でもあんまり下げて言って上がっちゃったらレック文句やりちゃうんですよね。あの受かったと思って期待してたら落ちたじゃねえかみたいなね。だからもうちょっと高めに言っといた方がいいんじゃないかとかね。今なんかカットしてますから、えー、だからもうちょっとね我慢してやってください。であとですねえー、17番ですね。 はい17番で「あの法令上の制限は難しかったね」って言ったんですが建築基準法ですねこれはね1718両方ともなかなかな問題でしたねなんか見覚えがないぞとこんなの聞いたことないぞと、うん、いう問題でまあ大変だったと思いますじゃあ見てみましょう誤ってるものはどれか17番でまず特定行政庁緊急の主張がある場合です、はい、違反した建物の所有者に仮に使用禁止使用制限の命令ができると言われていやいやできないよっていう。 そん,なそんな人いませんよねいやいや罰でしょうってそこで罰は思いっきり自信持っては切れませんよね、うん、じゃあ罰に切らないことが大事ですねこれはね、うん、丸丸とも自信は持てないけど罰とも切れないですねじゃあ2番目です地方,、えー、地方公共団体です条例で津波とか高潮湖とかね、うん、なんか出水とか著しく危険区域を災害危険区域とは指定できる災害な危険な区域とかってそれはできそうですよね。 こういうい人たちはね、うん、じゃあ区域内の居住のようの禁止その他建設で災害防止の必要なものは条例で定めることされてるでこれ条例って建築基準法って大体なんか条例とかでね、うん、個々に地域ごとにカスタマイズしたりするじゃないですか。って考えたら、まあ、条例で定めるってこんなのも全然知らないフレーズなんですけどねテキストで見たことないようなんだけどただ罰にはできないでしょうね、うん。いや条例とかで指定することはいや可能かなとで。あと3番目 あやったなちょっととなちょ見たたことあるのが出ましたね防火地域です屋上に看板、えー、あとはなんか袖看板とかでもねなんか 3m とか何かありましたね、うん、大きな看板はね不燃材料で作るとかいうのがありましたねあこれは見たことあるぞこれは丸だったな確かなですねで4番目です共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなければならないなんだこれだと、えー、共同住宅アパートです、えー、非常用の照明装置と、えー、アパートに あれうちついてないんだけどこうなるとそういう方もいませんかえー、ということはここのところは今儲けなきゃいけない例外なくていけないえー、なんていう感じになっているのはおかしくないですかそうです四番が×です、えー 私も知りませんでしたよ,よく、えー、だってこれなんかいやありそうだけどなさそうだけどこんなの,あの一部でしょうこれと、うん、なんかね例外はあるんですよ、うん、でも例外はあるんだけど全部じゃないよっていうことです、うん、ということでこれそんな例外なんて覚えてる人は全くないのでもう勉強する価値もないですが儲けなきゃいけない4番が罰でしたはい問いの17は4番はい 問のじゃあ18ですねこれもなかなかですね問いの18もなかなかですね、えー、すごいですね問題ですねこれも、えー、いきますね第一種低層住居制用地域ですで60で居住のように供するのが延べ40でクリーニング取り次ぎ店ってクリーニング屋とかなんてなんかできるできないでゴロとかで覚えてないですもんね、うん、ただあのこれ兼用住宅で居住のようなのが大きいですねこれ。 とということは人が住む系ということは住む系だからできそうな感じしません、うん、この具体的になんかクリーニング取りすぎ店とか出るとちょっとひょとするんですけどねただ住居人がメインだから住むところがメインだから、うん、これはなんかできそうな可能性ありますよねじゃあできそうなんですよで2番目なんですがねえ養蜂連携型認定こども園なんだこれはと。 なんだこれはとほ見たことないですよ語呂でも見たことないしテキストでも見たことないですよ。わかんないからちょっとはてなつけるんですよ。ほんで3つ目都市計画において十分な地とされている地域外で防火で順対化防火で順対化順がついちゃってますね。あれということは何か十分の一のおまけってなくねえと。えー、限度となる十分の一を加えた数字が限度なるいや順防火だところにならなかったじゃないですか。これは何か見たことあるななんですよ。 まあやっぱり見せちゃう方もいると思うんですけどね、うん、3番にね、うん、でも×っぽいんですよ。だと4番「はい、袋地上にのみ接する」これ「一戸建て」っていうねこれね改正なんですけどこれちょっと細かい改正なんだよね、うん、これ「一戸建て」っていうのはちょっとなんかこれなかったんじゃないかなということでこの18は難しかったですね正解番号は2番です2番なんです。 これはね難しいですよ、うん。だって中でなんかワイワイ冷めいてます、なんか騒いでましたもん。んだこれよみたいな。裏どこで取るよみたいなね、話してましたもん。それは分かんないですよね。だってテキストとか参考書とか、ね、いろんなネットとか、そういう専門書をしてやってるやつらが裏取れねえんだから、あんなの現場でできるかって話ですよね。うん、なんからできなくても平気な問題なんですよ、これ、うん。ということでね、全然あの合否に影響がない、当たったらよかったですねという、ね、運が良かったですねという、そんな問題なんで、はいまあいいでしょうということです。はい、19番。 宅増法でこの宅造法の問題はそうですねちょっと取りたい感じですかねじゃあいきますねまず1番です宅地造成、えー、19番ですね宅地造成工事規制区域外で行われる、えー、工事については造成主は工事着手の14日前までに地位届出なんか14日前までに届け出るっていう関連工事だと届け出っていうのがありましたよねただねこの問題はね外って書いてありますよ外ということは外ですよ 外ということは危なくないんですよ。だったらいらなくねえです、うん。外出しと。うん、あのこの手の問題は過去やってると出てるんですよね。いや外だったらいらないでしょっていうね。うん、じゃあ二番行くとこれはどうですかね。許可を受けたものは軽微な変更を除き、はい遅滞なく届けで。あのこれ軽微な変更だと届け出ていいんじゃないですか。あ,あでも許可もらったら基本的に許可もらったら内容変えるときは許可もう一回もらえますよ だって教もらってその内容変えるんだからそれ教許可もらわなきゃまずくないですかだから届け出じゃないんじゃないですかこれまず軽微な変更だったら届けてでいいけどっていうねそういう話なんでしょうねはい3つ目託児造成工事規制区域指定の時にもうすでに工事やってる工事について許可を受ける必要はない先に工事始めてんですよね先に工事始めて後で規制区域になったんですよねで許可はもらい直してくださいって言われたら先に着工してた人ちょっと怒っちゃいますよね うん、これあの工事やってるところで規制区域になったら危ないことやってるんだから連絡はしてねーっていうねなんか21日内に届けてとかって話ありましたが少なくとも許可とかいうのはいらないんじゃないですかじゃこれは丸っぽいですね、うん、じゃああと4番目は、はい、これ市街地または市街地になろうとする区域でやるってこれ完全に崖崩れ危ないところって普通のやつなんですよ。で増税宅地防災区域って規制区域じゃないところにやるんですよ。 だから規制区域のこれフレーズだからあれ造成タクシーここじゃなくないということで3番が丸ですだからこれね1番で引っかかる方もいいし4番もいやここでも良さそうだなっていうね雰囲気でやってるとやっぱり間違えるというまあゾ造法でもそうですねちょっとやりにくい部類だけどただね3番はやっぱ有名な問題なんですよ。で霧戸盛りとかね許可制のところはできるけどあの届け出のところがノーケアですっていう方って意外と多いんですよ。 うん、でもそれだとねやっぱりで、ね、厳しいんです、あの、宅球試験は、もう最近は、普通に許可のね、制度以外、届け出の話も出るんでね。ということで、3番、はいまあ、これ、なんとかしたいなという感じの問題かなというところです。はいじゃあ、問いの19、正解は3番お、走ってきましたね、あれ、配るのいつ、あ、そうなんだ、はい、はい、分かりました、はい、すみません、こっちの話です。はい じゃあ、次ですね。二十番。はい、二十番いきますね。はい、二十番、じゃあ、二十番いきます。えー、問題が、えー、区画整理の問題ですが、これは初めて見た感じですね。仮管地の指定があった日後い、施工による施工区域内の都市建物の変動登記がされる前の間は。確定日付のある書類のり、なんか難しいことを言い出しましたが、結局他の登記ができないか聞いてるんですよね。 でこれ仮完治指定があったってまだ全然工事終わってなくないですかこうやってなんか工事が終わったらとりあえず区画整理の状態を反映させてそれが終わらないと個人的な工事をできないってありますがこれ仮完治指定があった日ごって随分と罰っぽいですねであと2番って役所が認可とかいうのがいいんだけどでも役所も認可いるんですよね。 こってね、であと3番目、勘、は、置、い、定めようとするとき、勘置計画2週間、縦卵、結構細かいですが、2週間10乱あ卵、充乱っていうのをやっぱり計画だからみんなに見せるのかな。で4番目、はい大体発生するもの、翌日ですね、消えるものは終了時なんですよね。ということは、はい、問いの20、正解は1番でございます。 で問いの二十七ですね。はい、宅建業法です。個数なんで時間かかってたんだと思います。はい、じゃあ参ります。はい、じゃあまず一番からいきます。 これあはですね。そうですね。えー、宅建業者は事故の承認属してない宅地。はい。自らのオリジナル売買契約をしてはならないが、予約はできるってなってますが。契約も仕入れができてなきゃ、予約もできないでしょうね。うん、じゃあ、仕入れができてなきゃ、できないはず、できるは罰っぽいですね。罰。まあ、ちなみに罰です。二番目、はい。宅建業者、自らの意思です。はい。仮称、担保すべき責任監視、当該宅地、引き渡しから一年、短いですね。 引き渡しから1年って短いですねこれ引き渡しから1年はちょっとまずいんじゃないですか2年以上とかないと、うん。ということはこれまずそうですねできるはパそうですね、はい。3番目、宅建業者はいかなる理由あの秘密守んなきゃいけないけどいかなる理由正当な理由があると、えー、裁判所で証言頼まれたとかねそういう場合だとこれ漏らしてもいい場合もありますもんね。本人が承諾してたとか、うん、ということでこれもいかなる理由があって漏らしてはない相手そんな感じからめじゃないですね×罰。あと絵ですね。 うん、断定的判断の提供行為をしてはないって、断定的判断はやっぱりまずいですよね。えー、これ常識で考えてこれはまずいだろうってなりますよね。はい、A バツ、E バツ、U バツ、A マルということで正しいものは絵の一つ。問いうのは一。はい、それでは次です。 問いの二十九。はい、それではいきます。じゃ、問いの二十九です。正しいものはいくさかまず、この、これ、この問いの二十九は難しかったですね。 難しいんですけどまずあれなんですけど国土交通大臣免許の業者があー公県内に、えー、おける業務でですね、えー、書面を交付してなかったことで公県知事が業務停止しようとうんですねで業務停止というのは当然免許権者とこの管轄の知事なんかは文句というか、ね、業務停止はできるんですがじゃ知事がですねこのあらかじめ内閣総理大臣に協議しなきゃいけないってどうかというんです、ね、これ内閣総理大臣に協議って聞いたことありますよね。 そう聞いたことあるんですよこれね大臣国土交通大臣が何かやるって時は総理の協議総理に協議いるんですねこれね総理やっちゃっていいですかくらい言うんですよねよ行けみたいなねやるんですよねでも知事なんですよね、うん、知事が総理のところ行くちょっと考えられないですよねこんな、ね、処分することで北海道の違舎ですよ、ね、安倍ちゃんとこ行くんですかこんなそんな出張費使うなよ多いと、ね、いう感じですいやこれ知事にはね協議ってねないんですって。ということではい。 あは×ですでまだこれ個数ですからね、えー、他もやってきなきゃいけないですよねはいいいです指示処分の時聴聞を行わなきゃいけないそう聴聞ってこれ指示処分で軽い刑なんです軽いね処罰というか軽いペナルティなんですけどねだけど怒ることなんだけど聴聞はいるんです、うん、ちなみに広告とかはいらないんですけどねああそうだ言い訳与える機会だわこれ公開でやるんだわということでい,いは〇はい 1>, う1年以内事業開始しない時免許取り消しこれね結構大事なんですよ、うん、必ず取り消しなんですよ丸え。これは難しかったですね報告求められたそれで50万円以下の罰金処せられることがあるえこういう報告とか調査に拒むとねあるんですってえあるんですってだからね罰則って覚えてないじゃないですかここ、うん、これいらないってでいらないって覚えてないことでねこれこんなんでねえだろうとかってやっぱやらない方がいいですよね。 50万とか数字とかいらないしいや,やっぱりやらないとそういうのあるのかなっていうことで、えー、問いの29は正解は3番。はねはい、ということで、ね、あの回答が、ね、あのもう全部出まして、ねえー、まだ言ってないところを入れちゃいますね、はいえー、入れてないところ問いの23番入れてないですね正解は2番。 問いの23は2番、はい、そして今度問いの29問いの29正解は3番問いの30正解は4番問いの31正解は1番問いの32正解は4番で33353930何だか。 36は正解は2番。で37が3で38が正解が2番。はい、でこれで全部出そろったはずでございます。 であのこの後あの後ろの方でねあで回答全部、ね、書いたものを、ね、あのア,ンアンケートとかな、まあ、あのもらえるんでねあのそこで、ね、ちゃんと見ていただきたいと思いますが、まあ、一番肝心なのはこの合格推定ラインってやつですよね。 で、これはね本当とやっぱ難しいんですよ。で、この時点でね、うん。やっぱりなかなかね。あの判断っていうのは難しいのは確かなんです。で、やっぱり特にね。この回答速攻会い,いらっしゃってる方って、ちょっとそれなりにいけてんじゃねえ。っていう方はね。やっぱ見て、あのやっぱ平均とか高くなるんですよね。で、そういうのも勘案する。でもまあ毎年のことなんで、ね、そういうのも勘案して、一応レックが出した。定数としてはえ36プラマイチラグパラマイチ。 たただこれ決まったわけじゃないですよえあの資格の学校というのは安全,安全ってさっきも言ってましたけど低いところを出して高いと「おい!」ってなるんでね。 うん、だからそういう考慮も働いたという可能性はありますがね、うん、そこら辺のところで、まあ、合格ラインは決まるんじゃないかという、あくまでも予想なんで、でこの先、まだまだね、あの結果、いろんな、ね、あのデータ集まってくると変わることもありますけどね、まあ、とりあえず今の段階ではそういったあところでございます。ということで、ですねあの長い間ね、すみません、長丁場でね、えーまあ今日はゆっくり休んでいただいてね、響、えーまあ、を養って,、えー養ってえー、合格発表、結局合格発表まで点数分かんないんでね、合格発表までゆっくりしていただければと思います。ははいそれではですね、えー、本日の回答,回答速報 これで終わります。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。